それではコーナー行きましょう。思っちゃった。だからしょうがない。鼻詰 <laughs> まったみたいな。<laughs> はい、皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集してます、えー。ラジオネーム杉並のメロクうん、太田さん、ミセスチルドレンさんこんばんは。俺のことなんて、誰も分かってくれない。なんていう。不良はまず自分の親の気持ちを分からせる。必要がある。<laughs> だって <laughs> まず自分の親の気持ちを分からせる。<laughs> うん、<laughs> 真面目な意見みたいなことです <laughs> えー、ラジオネーム、ヤシガニ。うん。長所を聞かれ、誰とでも友達になれることです。と、うん、答えるやつと友達になれる自信は、俺にはない。ああ、なんかそれは分かる気がするね。 もうあの僕は本当にあのー、すごい社交的で誰でもね <laughs> あのすぐ友達になれるんですってみんなの前で発表するやつはなんとなく確かにちょっと考えちゃうよねやや <laughs> 特技誰とでも友達になれるな、ねね、自信満々なんだけど、ねうん、千代助、うん、太田さんカメレンに抜かれているのに気づくとバナナをいやらしく食べる人 <laughs> あカメラかああ<ー> カメラに抜かれている。そうだよ。ごめんなさい。聞き間違えた。んだと思ったカメリンって聞こえたんだよ。<laughs> カメリンカメリンにってなん、まず、カメかなと自分が女になったらおっぱいを揉みしだくのにとか考えてるやつは、うん、自分のお尻を触ってみろよと思う。<laughs> 自分で自分のお尻を触ったり、揉んでも全然良くないはず。<laughs> つまり自分が女になっておっぱいを揉んでも全然良くないってことだ。 つまり他人のおっぱいは素晴らしいってことなんだ。<laughs> そんなことないよ。おっぱいはもんだらいいよ、きっと。<laughs> 絶対いいはずだと思うよ。わかん、自分になったらどうだかわかんないじゃない。いやいや、絶対いいよ。いい,はずいいですよね。い,いですね。お尻は、たって。お尻は女でも別に良くないでしょう。そうですか。ええー まあ、お尻はそう変わんないからね、やっぱね。うん、うん、レディレジオネーム、メタボリック少年。うん。大田さん、田中さん、町村さん、うん、こんばんは。町村、あまり買わないドレッシングなどがすごく美味しかった時、たくさんある時はちょびちょび使うくせに、最後の2回分ぐらいは残っていたら、思い切って <laughs>、使い切ってしまう僕は。多分将来なかなか結婚できなかったとしたら、 最後はブスでもいいからと、やけくそになってしまうんだろうなと考え、自分は相当理屈っぽいなと思って <laughs> <laughs> 理屈っぽいわけじゃねえんだ考えすぎみた、ね、いだ <laughs> えー、ラジオネーム自由の翼。パチンコのことをほとんど知らない人は、パチスロー、パチンコおよびスロットマシンの総称だと思っているから、パチンコならパチンコ、スロットならスロットと、 わ、うん、かりやすく呼ぶべきだと思う。うん。パチンコお呼びスロットマシーン。<laughs> まあ、どう、知らない人はそうなのかね。そうじゃない。お<前> <laughs> あの、俺ね、この間ね、あの、うちの奥さんとご飯食べてて、外でね。で、横のテーブルで、男女よ、まあ4人ぐらい、男2人、女2人ぐらいがね、まあいたわけですよ。で、すっげえでっかいこうやって話してて、なんとなくまあ耳に聞こえてくるじゃないですか、その会話が。で、その男の人が、 なんか、すげえ、その日ちょうどジャパンカップがあって、ね。で、あのー、女の子の方が、なんか今日競馬おっきいレースがあったんでしょうみたいな。まあ、そう、女の人、ね。ウルスーパーかやろって感じだね、ねその女。いや、まあまあね。<laughs> ね。 まあ,まあまあそのね。突っ込んでくんじゃねえよ、首をっていうね、うん。でね、もう俺も最初そんな感じに思ったわけ、おじさん。どっちかっていうと、なんかね。うん、なんか、騎士の人が泣いてて、え、競馬でも、なんか、<laughs> え、騎士とか泣くんだと思ったみたいな。まあ、岩田騎士っていうのはね、まあな、歓撃のあまりインタビューとかちょっとまあ声詰まらしちゃって感動、私は感動したんですけど。まあ、そういうのあってな。まあ、それはちょっと俺、カチンとき来たわけ。でも、そこじゃない。<laughs> それに対する男が、知らないんだよ、競馬のこと。うん、だけど、ものすごい、俺は、 言てる的なことをい出したの俺は、お前に気づいてない。気づいてない。全く気づいてないけど。ねで、俺には全く気づいてない。まんばけん田中に、もうすぐそばにいるんだけど。そばにいんだけど。か、かかわらず。全然、まあ俺は背中向けてるだからちょうどね。俺の背中越したが全く見えてないわけですよ。トスポのヒーローと言われて。いいまあそうですよ。ね。この間もジャパンカット、俺の予想一面で、二つともダダ外しちゃったまあそう、当分ないですけど。ねで、 それでさ、話したらさ、その男がさ、うん、なんかね、知ってるよと。あの、昔仕事で、ちょっと、なんか、多分ね、こう、わかんないよ。そういう、こう、代理店関係みたいな感じで、JRA 担当だった時があったみたいなことを言い出して、だから俺は結局知ってると。一つ、ね、ちょっとあると。最近は知らないけども、と。うん、まあね。うん、まあそれいいじゃん。別にそんな、全然いいんですよ。うんうん、ただ、すげえさ、そいつ偉そうに。知ったかぶりだ。ね。 あーでもな、京都競馬場とか、昔よく通ったよ。って言い出したっけ。ね。でも、ね、やっぱね、いいんだよ、京都とかのがいいね。あの、もつ煮込み屋とかね、そういうのがね、こう、競馬場の前とかいろあってね。いいて誰も、なの、宇宙とか。宇宙とかさ、それないからって言うんだけど。うん、あります。あるよね。宇宙競馬場のそばには、あるある。そういうとこがいっぱいあるんです <laughs> はぁ、あ、とかまず思っただけ、はいうん、ね。 なん、こういうのあんま知らねえのかなって思って。うん、で、まあ、ちょ、っと俺も耳ダむもんなって聞いちゃうじゃない、うん、<laughs> ね。じゃ、そのうち、うん、あ、でもまあ、最近のね、あのー、 いや、ちょっと俺、あ、で、ね、じゃあ今日もやったのみたいな。撮ったとか、まあ話ない女の子の方はさ、知らないから。で、あの最近はね、俺全然やってない。って。ね、最近ね、あの、複雑なんだよ、馬券が。まあまあ、それはわかるじゃないですかね。で、最近ね、生まれんとかだ、複雑。生まれんが出たと。おいと思って、何十年前の話。しかも、生まれんは複雑でもな、三連単とかが言いたいのかもしれない。それすら分かってない。生まれんっていうのがあるんだと。最近じゃねえし、生まれんなんて前からあるし、 複雑でもないし。反復とかそういうのが出たと。<laughs> 最初からあるって話でし <laughs>、うん、生まれんとかでもうついていけないとか話してんだよ。お前はでいくつだっていな生まれんでったのって、いつだっけもう、20年近く前ですよ。20年近く前。はい。うん。言い出して、うん。そこで姉妹にはさ、なんか話してて、うん。 あれ、そういえばさ、東海帝王っていうのはまだインドっていいんだいるわけく15年ぐらい前ですからね、東海帝王。じゃあもうその時代で終わってんだけど。じゃあちょうど生まれんとかの。そう、だから、東海帝王の頃が本、<ー>本当に最後ぐらいですよ。その枠連の。もうその辺、だね、まあ、東海帝王が現役の間に、あの生まれんっていうのは誕生するんですけれども。 だから別に、その、入れ、ちょうどね、うん、境ぐらいのところですよ。うんうん、で、それはまあ、いいよ、その頃で最近やってないのは。やってるい,いのっつったら、誰かが答えたわけ。答え。いや、もう一人の男が、ね、いやー、いないんじゃないみたいなことは言ってたよ。<laughs> でも、その人は知らねえからさ、<laughs> まあ、うん、自信はまでバカ野郎とも言えないんじゃない <laughs> そこの中で一番詳しいやつ、そいつみたいなことになってるから。 まだ走ってんじゃないのみたいな。あのさ、ね、競馬知らなくてもいい。そんな別の俺みたいにね、そんな競馬興味なくてもいいけども、知らん、し、なんで自信があるのかがわかる。いや、自信ないんでしょ、だから。え、ないんだけど、その、生まれんとか最近複雑でとかって言うってことはさ、だからそいつにとってはもうその、東海帝王の時代で終わってるわけだから、そこで複雑化したっていうことで、嫌だなと思ったんじゃない でもひどいなと思ってさ、いくらなんでもね。うん、言ってらいよお前に言ってらいこといや、言えないんですよ。でさ、その、またさ、もう一人の女の方がさ、でも最近あれだよね、競馬需要ってすごい高まってるでしょって言うんだよ。需要、ね。需要が。うん、いや、違うんですよ。残念ながら今、うん、どっちかっていうと、売り上げは落ちちゃってるわけですよ。ね。だから、もしかしたらあいつらは <laughs>、バブルの頃からタイムスリップ 本当に来た会話みたいになってるわけ。全部が。ちょうど、そう、オグリキャップ東海帝王の頃っていうのは、確かに需要がどんどん。うん、で、生まれんが出ていく。いくつぐらいのやつらの顔とか見てないけど、話してる感じは、多分30歳から35ぐらいだと思うんだよね。多分で、うん、その、だってもう仕事でさ、その東海帝王の頃働いてたって下手したらもう俺らと同じぐらいかもしれない。うん、まあ、正確にはあかん。うん、でも、感じねえ、30代の半ばぐらいにしか見えないんだけど、うん で、まあ、わ割と若い感じがしたの。うん。で、それがさ、例えばおじちゃんおばちゃんだったらまだいいけどさ、うん、もうなんかすげえ腹立ってきちゃって、でもも面白くてずっと話聞いたってったら、そのうち全然違う話になっちゃって、なんか携帯の、まあ、au とかソフトバンクとかで、なんか自慢の試合みたいなす,すげえまたそれがすごい盛り上がって。うい,うね、いや、知らん。俺わかんねえんだけど、 もう、こう、テレビが、これがどうの、<ー>その、ワン,のワンセグだったらどうので、<laughs> うん、で、なんでそれ今買ったんだ、みたいな話、だ、次これ出んのに、みたいな、で、そうそうだ私今待ってんだと、うん、その、なんか次の、ま、出るから、そしたらもうこれよりも、こっちのが全然、あの、画像がいいだな、始まって、もうどうでもいいやと思って、俺はもう、全然わかんしかも、しかしかったな、ジャパンカップ。そう、プロ、 大田さん、楽しかったですよ。ジャパンカップが、これ,れ、ね。頭さんに着。はい。あれね、俺ね、レース見てて、うん、ポップロックバーっ来た時に、うん、うわ、来たと思って、しかも、だからそのアドマイヤムーンっていうのはまあ勝つんだけれども、うん、それがもう最後、もうゴール寸,寸前に、だんだんちょっともう足色がやばくなりかかったんだよ。そこへポップロックが、ガーっすごい足色で来て、うんうん、で、あの、どんどん迫ってきて、ちょうど並んだぐらいがゴールだったっけ。 あとね、ほんと10メートルゴール板が遠かったら差しても,もう今回のはもうしょうがないんだよ、俺もう。あの、ポップロックは行くとは、はい、ポップロックで買うっていうのはもう先に決めちゃって、うん、だけど、まあ、ポップロック、ね、うん、一つ可能性があるとすれば副賞なんだよ。うん、ポップロックで、ブラッ,ック、副賞で買ったところで、うんうん、何の価値もないと思ったから、<laughs> 単勝一点いや いい感じの僕は予想だと思いまして、だって10倍ぐらいついたからね、10倍か11倍話純ついて、なかなかついてる方ですよ、ポップロックに。俺はだから今回、競馬新聞も何も見ずに、迷うから、こういう時はもう、インスピレーション、ポップロック、そしたら、ポップロックってなっちゃう、どうしても。終わって、結果、あそういえばつって、中西と車で。 俺、その日、なんかやってて、CX で。で、帰りに、あ、そういや、競馬どうなっ,ちゃったうん、うん、あ、全然知らないとか言って、うんうん、で、俺、パソコンで、見たら、バッと出て、あ、パ二着だよーうた、ん、まさだよ、うん、つってて、で、だけど、その、あれ、ジャパンカップほとんど日本馬ね。そう。う外国馬4。で、四と出て、全部掲示板外しました、ね。よかった、よかったのかどうかわかんないけども、うん ああ、よかったと思ったのは、うん、まあ来てないんだけどね。うん、でもまあよかったと思ったのは、うん、あの、競馬新聞見てたら俺絶対張さん買ってる。<laughs> <laughs> そうそうそう。そっちに置かなくてまだよかった。そう。さんっていうのはね、これがだから大津さんが毎日王冠をもしやってたら、うんうん、その張さんっていうのは穴を開けたわけですよ。ああ、張さんとどうか蝶さんが。 だから、もしかそういう情報が入っちゃうと、ああ俺は調査の副賞である可能性は十分高いね、ああ今回。ああでももう次有馬だとすると、うん、またポップロックなんだけど、うん、もうここまで来たらもうポップロックと真珠っていうことで、ただ俺はだから、じゃあ、と言って今度有馬でね、うん、また5倍ぐらいになっちゃうでしょ、ちょ そうだね、ポップロック、おそらく、3、また三番に人気ぐらいな、<番>まあちょっとまだ何が出るか確定しないけど今回2着でいい走りしたとなると、うん、ただ1着のアドマイヤムーンっていうのが引退なんですよ。だからあれが出ないわけ。だからもう、さらに人気はそ。そうそうそう。で、ただ、今回は、あの、大和メジャーっていうね、今あのジャパンカップで出てないけども、えー、5つ G1 勝ってる馬の引退レースで、それは。 リで。で、ダイバースカーレット。でも、下がるでしょ、どっちにし下がる、下がる、下がる。もう絶対10倍はつかないと思う。だろだから、俺、今回、絶対取りどころはここだったんだよ。そうです、その通りだと思う。で、今度アれば、まあ、もちろん勝つ可能性はあるけれども。でも、単勝化よりしょうがないじゃん。だって、ここまで。はつかない。これで外す地獄を考えたらだよ。これで次ね、例えば、ポップロック外して、 やって、来ちゃった場合の地獄の苦しみを考えたら、もうこれはポップロックで行くしかないんだよ、今の俺には。そう頼むよって感じなんだよね。そうだね。そうするともう100万かっていう話だよ。ポップロック単勝100万かって話だよ。いや、そしたらほんと500万くらいになるかもしれない。だろそれならギャンブルになると思うんだよ、俺のな。いや、全然10万でも相当じゃないですか。50万くらいになるじゃないですか。うん。 でも一万でしょだ,だ、だ、だからそこまでの価値があるのか根本的な問題根本的な問題だよ。ブロックごときに、そこまでの価値があるのか <laughs> 果たして。っていうところ俺の、だんだん勝負どころってそうやって映っていくよね。ええ、まあ俺の勝負の仕方だけどね。でもすごくそれはわかるのは、俺は毎週本当にやってるわけじゃないで、穴だと思って予想した馬が、わずかに負けたとするじゃないでも、わずかな負けなんだよね。で、次の時に、 ある程度人気になるじゃない。もう買いたくないっていう気持ちがあるわけ、当然は。だから、もうその勝負はさ、うん、た、タバトの勝負じゃなくて、うん、その自分との、そう,そうそうそう。ギャンブル、ね、そのとり,のり自分とのギャンブルわかるわかる。かる最終的に。うん、それがね、引っ込みつかなくなったりとか、あるいはそこでもうもうすっかり諦めちゃうと、また,た、ね、でも俺は今度はね、次はきっとあの女が来ると思うんだよ。 ウォッカ。ウォッカ。ウォッカが来るような気がしてるんだよ、うん、俺は、うん。ウォッカね。ったねウォッカも、着だけど。ウォッカも、ちょっとはね、俺はね、引っかかってんね。うん。だ今度面白いのは、うん、まだ確定してないけど、そのウォッカが、ね、負け続けてる、G1 で負け続けてるダイワ・スカーレットっていう、もうこれまたとんでもない強い、まあ、これも出てくんだよ。それがそのダイワメジャーの妹でもあるわけ。その兄弟と、 この間一番人気の竹の馬っ町なんて。名称サムソン。そう、名称サムソンが。もちろんで出るこれおそらく一番人気か。だからね、俺そっちのドラマもあるわけ。俺はね、今回のポップロックに関しては、ジャパンカップだろうっていう話だったわけ。竹がね、竹が狙ってんのは俺絶対有馬だと思う。全部狙ってると思う。いや、もちろんだけど、本気度から言ったら、ね、 国際有馬で雪辱を晴らすっていう武豊という人のね、あれがあるんだよ、あるんだよ、去年だってそうでしょ、アリマあとにね、ジャパンカップも勝ったけどね、去年は、ね。で、ジャパンカップの意地っていうテーマがあって、ジャパンカップの意地とは何かっていうと、やっぱ国際レースで見せるっていうことだよね。うんうん 俺はそこはやっぱペリエの意地を。<laughs> <laughs> <laughs> なるほどね。ペリエ、ポップロックのコンビはね。はいうん、要するに、焦点を、すべての焦点をジャパンカップだと読んだわけ、俺は。うん、つまり、ここさえ取れればいいっていう調教の仕方をしてくるだろうと。見たわけ、俺は。うんうん、でも、竹、サムソン。うん っていうのは、やっぱりジャパンカップもちろんありだよ。ジャパンカップ、アリマっていう最終章順はアリマだろうっていう、その判断だうん。そう、でも、あ、あちそれ間違ってはない、もちろん思いますよ。となるとだよ、今回3着来た、竹雄太か。これはしかも1着のその、何うん。アドマイアム。アドマイアムが引退。ね アドマイヤに負けた竹豊かっていうことを考えるとだね、うん、絶対に取らなきゃならないのは有馬なんです。すごいそれは。<laughs> なぜかというと、うんま、今ね、すごいことも太田さん言った。今、今ここだけ聞いた人は競馬が詳しい人は、太田すげえって思ったんだよ。だなぜかというと、うん、アドマイヤとこのまま CM に行く <laughs> ?CM の後もまだまだ競馬の重要な話が続きます。<laughs> さあ、そのですね、さっきおとさんが言った、ね、名称、竹豊は、アドマイアにはもう、意地が負けたくない。くないっていうのがあって、うん、俺すげえびっくりしたんですけども、うん、なぜかっていうとですね、実はアドマイアっていう、うん、まあ、いっぱい名馬いるじゃないですか。ね。うん、で、そのアドマイアの馬で強い馬に結構竹豊は乗ったんですよ。乗ってきた、今まで。アドマイアムーンにも乗ってました。うん で、えー、アドマイア・オーラっていう、まあダービー三着になってうまいんですけど、それも乗ってたんですそう、それが乗り換わったんだよね。それが、えー、あれは、えぇ、ー、サツキ賞か。サツキ賞でアドマイア・オーラ負けるんですけども、その時に、まあちょっといろいろあったらしく、揉めて、めアドマイア、もう、おるさらなんだけど、はっきり言っちゃう。あ、知ってるあ、それを知ってって言ってたんですね。そうですよ。あ、ゃゃじゃあ、ほんと、そ, <laughs> それはすごかった。偶然言ったのかと思って。 偶然じゃない俺はそれを昨日中西に聞いたですか、興奮してそうしましただからこそ言ってるんですよ、だから意地があるだろうあたかも知ってるかのようにと思ったんだけど、知ってたのね、そうです、そのぐらいのことは知ってます、昨日聞いたわけでしょうっていうか、そのポップロックのときに、どうしようかなって言ってるから、そんな話になったときに。 俺はね、結構竹は慣れてくんじゃねえかなつって言ったときに、あそういえばって流れしかうしてるだろ俺はな、多分ね、そう、そうだとすればなおさら、有馬は絶対竹豊外せないだろうと。うん。したら来るぞっていう話をしてたんだけど、結局ね、そこで、どうする、どうする、どうせるっていう、3回言ったわけ。で、戻っないだよ。 俺はそのパターンでいつも竹に乗っかるとダメだから、俺がむしろ買わない方がいいだろうと俺は思ってるわけ。有馬うん。竹でね。竹でね。竹では行かない。だから、もうそれで来たらしょうがない。だけど、もうそれはもう心の準備してあるわけ、俺。今から有馬の心の準備。竹に乗っかって来ないっていう経験が、ほらすごいあるから、それだとね、俺が負けた気がすんのね。つまり、ひよった気がするの。 分かる気がする。一番人気を買って来ないとなんか分かるよ。だからそれは悪いが、タケは切る。俺は。そうですか。うん。それがみんなのためでもある。多分。でも大はだってポップロックでしょ、どっちみち。だから、そこで悩んでたわけ、俺は。で、ポップロックタケともう一つはその女。ウォッカね。ウォッカ。ウォッカが最後締めるっていうのは、俺も想定できるわけ。 あん,だけあんだけいろいろ大騒ぎしてね、うん、いろんなトラブルが。あってこの,間のレースは悪くないという状態で、ウォ、うん、ッカがやっぱり最終的にはウォッカが締めるってなると、うん、これは面白い展開としては、うん、ということ,だと,思いすと思いますよ、うん <laughs> すげえ面白い。だから、ジャパンカップ勝った1着のまま、まあ、そのね、アドマイアムーンは引退だけれども、えー、2、3、4着は、もう出てきますよね。だからもうほんと、団子みたいな状態で、ね、そでそれにその、台湾2と、兄弟が出てきて、<laughs> さらに、アドマイアムーンは引退しますけど、アドマイアジュピタっていうね、これまでにそんな人気ないんですけども、うん、下から、どんどん上がってきた、今、連勝中の、アドマイアジュピタど、どうしたのビクツリ,ークトリーは、ビリだったよね。<laughs> しかも、七場、七場新作のサイトのビリだ。<laughs> 大負けですよ。ねはい。ビクトリーといえばもう今年の馬は何かと言えばビクトリーでしょはい。僕にとっては。どうなんですかいやー、まあ一応ね、この間も、あの、僕、あの予想ではね、あの、本命対抗とかではないんですけど、一応白三角だけ。変わずにはいられないし気になる。常に気になるからね、やっぱりね。で、まあ、あながちね、あの、まあ絶対ないとも思えないと思ったので、一応こう、 6番って評価ぐらいだったわけですよね。<laughs> だけど。いやー、ダメだね。あ,<ー>あのねあの、精神的なもんっていうか、気象がやっぱもともとすごい荒い馬で、うん、騎士の言うこと聞かないんですよ、要は。<ー>だからもう最初からもうレースになんなかったと。ルメール騎士という。 すごい。だからこそ、まあ、万馬券も出んだろうけどね。まあ、そうなんだよね。それこそこれで、まあ、どうするのかわかアリマとか出るか出ないかわかんないんだけど、もし有リマ来ても、ほとんど最低人気近いぐらいの。いいじゃないですか。それはもちろん、ここで、来ちゃったら、ただね、ちゃっぱいや、パリビクトリーかみたいな。うん。絶対実況言うだろうね。爆笑問題言わない言わない言わない今年 ビクトリーネ始まりビクトリーネ終わるのかいな、それはない、別に始まったらしう爆笑問題、田中さったのかな、そんな言わないで実況はもっと、そんなことは言わないけど、気になるね、確かに。えラジオネーム、自由の翼はい、今、あの、思っちゃったんだから、しょうがないの、コーナーの途中でしたね。AV のブス女で抜くとか、考えられねえとか言ってるけど、アニメで抜いてるお前が言えたことじゃない。 <laughs> 下赤塚、うん、アットマーク直子、うん、太田さん相方を仕事中は光と呼ぶことを照れる次男次男って自分の体の中で治したい部分ってどこだという話の時、うん、私お腹の肉取りたい 私はおっぱいを大きくしたいという女子が大半だが、うん、そのほとんどの女子はその前に「私顔を直したい」が正解ということには誰も気づいてないまあまあいやまあねあるだろうよそりゃきっとね、うん、太田さんは「私も鈴木を歌ってみました、ね」で替え歌を歌う時、うん、高いキーでも替えずに歌おうとかすれ声で歌うが、うんうん キーを落として歌うと楽ということをいつ知るのだろう。これはね、確かにね、知ってはいるんでしょうけどね、楽なことはね。でも奈央子はそんな太田、うん、太田さんが可愛くて <laughs> ハグハグしちいしたくなっちゃうという。あなるほどね。こ、うん、のキーは絶対もうそのまあまあこれは俺のこだわりなんだよね。 カラオケなんかでもそうですかキーは絶対はいあもう俺バンバン変えますねなんか感じが違っちゃうのが嫌なのね全然感じが違っちゃってるんだけどね結果的に結果的にはねもっと変わってゃってるテンションの問題なんですテンションでも落とす時もありますけどねこれいいかこの曲はそういう時あるんですか僕の個人的なあれですね ラジオネームやつなみひろかーず、八並広カーズ。うん。大田さん、締まりのいいおじさん、こんばんは。<laughs> ミシュランガイドで王将が星をもらってないことを知って、思わずその場にへたり込み、天を仰いだのはきっと僕だけじゃないと。わ <laughs> かる。<laughs> <laughs> 絶対王将の方がうまいってい、俺自信あるよ。<laughs> 王将な、あの、うまいわけねえだろ。そんなミシュランガイドの三つ星だかなんだか知らないけど、食ったらねあんなの。<laughs> どこがうまいんだあんなもんねえ気取ってんじゃねえよって話だろ俺はだからあのい1個だけ行ったことがあるんですよあの3つ,つ星になったやつで、うん、それはあのうまいうんただその時はあのそのクルスケーくんっていうねあの美食の王様だっけっていう本でね売れてるそういうまあグルメを評論家というかそういう人の結婚式をそこのレストランでやったので行ったので いつものそこの料理かどうかよく分かんないんですよその人の推薦でなんかいろいろ料理出てきたからよく分かんないですけど美味しかったら味しかったねラジオネーム杉並のメロク太田さん五代君こんばん五代君って何でヤマトえっメゾン一国で安恵みの母乳は多分美味しいなんかるとなくイメージイメージねうん 恵みってなんほんわりしてるような話うね <laughs> なんかねラジオネーム杉並のメロク、うん、多いね太田さん南阿佐ヶ谷こんばんは時々トイレにある芳香剤を飲んでみたくなる <laughs> えー、それはねえよ <laughs> それはないな一緒に見えるときあるよね <laughs> そ<う>色とかあ色はねうんラジオネーム杉並のメロク <laughs> 太田さん猫にマッサージしてもらいたい人こんばんは ああ、いい。ってか、やってもらってるよ。マッサージしてるつもりは向こうはないんだけど、ふみ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 するから、お,のお腹を。<laughs> 小猫の可愛さを利用して戦場にいっぱい話せば戦争も終わると考えたが、そのうち、猫を争う戦いが起きてしまうことを考えると、意味がないのかな。いやいやいや、あの、<laughs> 猫を戦う争いはそんな起きないとは思うけれども、ただやっぱ戦場に話したら、ダメだよ。 <laughs> それ戦争をとどまる人はいるかもしれない確かに多少は戦争のでもそんなのホン全く無視して <laughs>、うん、どんどんだっていっぱい猫死ぬことになっちゃうからやっぱダメだよ炭水化物の夜明け、うん、太田さん全裸のファンタジスタこんばんは <laughs> 何言ってるの平野レミって願者のことをビックリミズと表現しそう <laughs> <laughs> ガンのことを絶対言わないと思う。<laughs> やだこれびっくりです絶対言わないですよ。えー、何やってんのー、もうびっくりですよねーと。<laughs> もう想像したら穴場ことになっちゃうから、<laughs> <laughs> 俺もそれをすげー思ってる、あんまり言いたくなかったですね。<laughs>